1個約30秒で折れる超簡単な朝顔の折り方を紹介します。折り紙1枚から4つの朝顔を作ります。ここからは早送りなしノーカットでご紹介します。まず折り紙を半分に折ります。折り目のところで半分に切ります。同じ向きになるように1枚を裏返したら、また半分に折って折った線で切ります。同じ向きに揃えたら、表が見えるように三角に折ります。開いてもう一度折ります。裏返したら今度は四角になるように2回折ります。これを折りつぶします。切り取る線を鉛筆で丸く描きます。ハサミの奥の方を使って線に沿って切り取ります。これをバラバラにします。もう一度折って端のところを少しだけ折り曲げていきます。上下の花びらを開いたら、左右の花びらを折りつぶしていきます。これで約2分10秒です。1つ30秒ほどで作れました。とっても簡単で早くできるので、たくさん作ることができます。朝顔の葉っぱと一緒に飾ってください。